しんちゃん、無事じゃったか、レックス。ひどい。待ってて、今傷薬よ。お前の薬なんぞ1000人分あっても足りんわい。でもこれもまた定め。泣くなレックス。無理なこと言うなよ。別れは一瞬、やがてエーテルの導く先でまた巡り合う。お前と過ごした日々楽しかったぞ。また会おうレックス。じいちゃん、じいちゃん、うわ！泣くなと言うとるじゃろうが、レックス。レックス、レックス、じいちゃん、レックス。じっちゃんなのか？嘘。当たり前じゃろうが、見てわからんか？わからないです。わかるわけないって。というわけで、全身の代謝を最大限にして身体機能を維持した結果、妖精体にまで対抗してしまったんじゃな。ずいぶん便利なもんなんだな、アルスってのは。全てのアルスができることではないぞ。わしだからこそできることなんじゃ。で、レックス怒っとる？別に。ただワンワン泣いてた自分がアホらしくなっただけだよ。なんじゃ、やっぱり怒っとるじゃないか。ねえ、いつ元に戻れんの？そうさの、300年もあれば元通りじゃ。300年？俺死んじゃってるぞ。うん、そういうことになるかの。どうすんだよ家。俺もしかして宿なし？これを機に一人暮らしを始めるとか。家賃かかるじゃないか。ケーティ臭いの。現実的って言ってくれ。でも無事でよかったよ。のんびりもしてられない。ニアたちを探さなきゃ。ニア？一緒におったあのドライバーとブレイドのことかの？なあ、俺たちを助けてくれたんだ。無事だといいんですけど。じっちゃん、何か覚えてない？ここに来るまでの間に幾度となく木々にぶつかったからの。その間に落っこちたのかもしれん。それだけじゃ探しようがないな。木にぶつかったなら折れた枝とか探すのはどうですか？なるほど、よし、そうしよう。ところでレックス、その胸で光っとるのはコアクリスタルか？一体お前の身に何が？その話は後。今はニアたちを探すのが先。ほほう、こりゃ楽ちんじゃわい。